ボロ遺跡。シェリー・ベルモンドはパートナーのブラゴとかつて月の石のあったこの地に再び立っていた数週間前2人が対戦した魔物からネオロードと称する魔物が現れ月の石を復活させたという話を聞いたからだ信じがたい噂ではあったが同じ時期再び行方不明となってしまった親友ここが気がかりなシェリーネオロードと もう一つの月の石を探し求める旅が幕を開けたあの時のままここどこへ行ってしまったのあブラゴふん、<laughs> お前も気がついたのか少しは成長したようだなおいそこのやつ、おとなしく出てこいおい違う違う私たちは高3高3だ僕らだよ は謎謎博士とキッドだよ忘れちゃったムッシュなぜこんなところにこそこそといやき君たちがおっかない顔をして話してるからなぞなぞも出しにくくてななあキッド僕らも遺跡を一回り探したけどやっぱりこのあたりには変わったことはなかったよね博士ムッシュやはりあなたがたもネオロードのことを。 ココココしココこを心を操られていた彼女のことじゃな彼女がどうかしたのかねええ数週間前から行方がわからなくなってしまってなるほどネオロードやはり噂話としては聞き流せないことのようじゃな特に月の石、あれはこの地上にあってはならん代物だ シェリー、話に夢中で気がつかなかったのか。やっぱりお前は、まだまだ甘いな。今回の奴は、そこらの雑魚とは違う。久しぶりに骨のある戦いができるか。ここにも、新しい景色を見せてくれるものはないようだな。ゼオン、どうするんだ雑魚が2匹。仕方ない。少しこいつらと遊んでいくか。 お二人は下がっていてもらえますか私たちの戦いの邪魔になりますので。ブラゴ、行くわよ。舐めやがって。遊びじゃ済まないようにしてやるぜ甘い。甘いな、お前ら。悪いが貴様ら全員逃がしはしない。お前らのように甘い奴らを見ていると、とことんまでぶっつぶしたくなる。く、なんて威圧感じゃ、キッド。 ブラゴをサポートするのじゃよいなふうんわかったよ博士なかなかやるじゃねえか。ふん。ザコのくせに食らいついてくるな。ゼオン。ああ、そんな時間か。貴様ら、今日はこのぐらいにしておいてやる。命拾いしたと思うなよ。今はまだ。おい、ディフォー。行くぞ待ちやがれブラゴ 深追いは無用よ。私の心の力が足りないわ。ち、くそ誰かやはり、彼らは段違いの強さだったようだな。だが一つ、奴から感じ取れたことがあった。月の石は、日本にある。日本ココもそこにいるとすごいや博士は何でもお見通しだね。う、そう。ココは、 そこにも、ここにもいないでしょうおい。ギガのレイスギ、はあーはかしい。ブラゴ、行くわよ。めめうめうめう結局日本か。あのジジイの言うことを真に受けたのか。わからない。でも、あのムッシュの言葉は、無視できない何かがあるのよ。それに、 赤い本の子達なら何か知っているかもしれないわ無駄足にならなければいいがな <laughs> まあいいお前が納得するまで付き合ってやるこら、待ちなさい月のかけら返しなさいよだ,だから私は知らぬと言っておるのだマロおロマロあごめんなさいブプ,プラゴ,プラゴあなた何か知っているの 月のあれシェリーじゃないかなぜこんなところにどうやらもう一つの月の石の秘密はあの子達が握っているようねだから私は知らぬのだ何ですってこの嘘つきちょちょっと待ってくれ全然話が見えないんだがもう一つの月の石ってシェリー回りくどいやり方はそれくらいにしておけそうね 一戦交えて、この子たちに聞いてみれば分かることだわ。くそ何が何だか来るぞ、ガッシュ気を引き締めていけうぬティオウマゴンメグさんとサンビームさんを呼んできてくれ俺たちだけでどうこうなる相手じゃない分かったすぐに戻るから、絶対に負けちゃダメよ分かったのだ清まろ事情は分からないが、助け出しするぞサンビームさんどうして 仕事はウマゴンのピンチにはどこからでも駆けつけるさ。マロマロマーああ、わかっているさ。清まろ。ウマゴンはめちゃくちゃやる気だ。うぬ。しかし私たちも頑張るのだ。いつか、いつかあの者たちを。うむ。清まろ。すまぬ。マエルふん。<laughs> 落ちこぼれどもが。シェリー。 とどめたまだよ。大事なことを聞いていないわ。合宿、清丸君大丈夫あ、あたしとめぐみが来たからには、あんたたちの好き勝手にはさせないわ。ちょうどよかったわ。この子たちの本を燃やされたくなかったら、私の質問に正直に答えなさい。さっきあなたの話していた月のかけら。あれは、もう一つの月の石のかけらのことよね。 もう一つの月の石。そして、ネオロードはどこにいるの月の石ネオロードそんなこと知らないわよあたしがめぐみのために焼いた三日月クッキーを誰かが壊したって話をしていただけなんだからふぬ、うん、だから私ではないとめ、め、め、め。三日月。クッキーふん。<laughs> もう一つの月の石。そして、ネオロード。シェリー、また何か始まっているのかあなたたちには関係ないわ。余計なことに首を突っ込まないことね。シェリー、さらに向こうの大陸から、かなり邪悪な木を感じる。この地へ来たのも無駄足ではなかったようだな。ブラゴ、行くわよ。な、ちょっと待ってくれくそ一体何が起こっているんだ しかし、ガッシュ、あの二人の壁は、とてつもなく高いな。ふふふふふ。私の野望の火を絶やすことなど、不可能ですよ。ずいぶん最果ての地まで来たものだな。<laughs> シェリー、近いぞ爆発音どうやら交戦中のようね。ブラゴ、急ぐわよ。ボンジュー・ル、ゾフィス。 ふん、<laughs> 懲りない野郎だなこれはこれはブラゴまで前菜のあとに本格的なディナーのお出ましということですねまだそちらに気を移すのは早いのではないかそうあるよ私たちを無視するなんてよくないあるリン無理をするな私に任せて休んでいるんだシェリー助けてここ ここなのね大丈夫。すぐに助け出してあげる <laughs> 感動の再会ですね。でも安心してください。彼女はきちんと正気を保っていますから。もっとも私と共に犯した罪も覚えていることになりますけどね。ゾフィスこのゲ道、ド絶対に許さないゾフィス。 この前言ったことは忘れてねえよな。てめえ。覚悟はできているな。勝手に話を進めてもらっては困る。あやつには、リーエンの心にかけたコントロールを外してもらわなければならない。シェリー、もういい。こいつらまとめて相手をするぞ。まどろっこしいのは性に合わん。そうね。聞き分けのない者に、誰が真の王か。 教えてあげるといいわ。<laughs> あの忌々しいもう一つの月の石とやらを、ぶっ壊してから、だろ。シェリーくっ一度ならず二度までも。だが、これで終わりだと思うなブラゴてめえはいつか必ず私がひざまずかせてやるここ<コ>リー、大丈夫かウォレ ありがとう。おかげで元に戻ったあるよ。本当によかった。リエン。シェリー、そしてブラゴン、心から礼を言う。しかし。ココさん、気の毒あるよ。シェリーさん、気を落とさないでほしいある。あなたたち、グッドパートナーあるね。必ずココさんを救い出せるあるよ。私たちはいつか最強のパートナーになる。 お互いの心を通じ合わせて、門ォンレイを王にしてみせるあるよ。みんなを守る、強い王様にね。ブラゴ、今回は甘んじて見逃してもらうが、次は簡単にはやられない。俺が貴様を倒すまで、本を大切にしてもらえ。リエン、帰ろう。ふん、勝手にほざいてろ。私たちも、もう一仕事したら、行きましょう。 少し山を下れば向かいが来ているわ。これからどうするんだもちろん、あの二人を追うわよ。今度こそ、本当に決着をつけるために。<laughs> 少しはマシな顔をするようになってきたな。この旅も、だてじゃなかったってとこか。ブラゴ、前に言ったわね。あなたの戦いには感謝しないって。ああ。 それは撤回しておくわ。いつの日にか、きっと。それには私が、もっと強くならなくては。<laughs>